末永和夫著初版本より、素晴らしき2008年を迎え、おいてますます羽ばたけることは誠に喜ばしい限りでございます。先輩の教えで活字との自問自答の毎日ですが、書くほどに想像力が深まってきます。執筆の仕事は難病がくれた天職と錯覚するくらいです。私の元旦は初春を雑煮で祝いめでたしと、目覚めてみると夢かと悟る。私と目覚めてみると夢かと悟る。初春を雑煮で祝いめでたしと、目覚めてみると夢かと悟る。初春を雑煮で祝いめでたしと、目覚めてみると夢かと悟る。末永和夫、感動の日々。春や生きることあらば、心晴れ晴れ、春の訪れ。夏闇たるを直すと決める覇気あらば、気の力にて夏を乗り切る。秋やみたる鏡に映し田んぼ見る、稲穂も実り心も癒える。冬闇たる布団に潜る
弱き人気を入れられて寒さ蹴散らす雪が庭先舞うをかけてゆく。あの子の姿、祖母が後を。こな雪が庭先舞うを裸んぼ。闇たる人が元気をもらう。君はどうしてそんなに元気なの？お母さんが小さい時からタオルで雨の日も風の日もこうして乾布摩擦をしなさいと教わったんだよ。こな雪が庭先舞うを裸の子、タオルを持ちて体を起こする。こな雪が庭先舞うを裸んぼ、小鳥を抱いていろりのそばへ、小鳥を抱いていろりのそばへ。お世話になる人は右や左の看護師様よ、いつも信頼結んで過ごす、傷よく過ごせ、朝日も昇る。お世話になる人は右も左も看護師様よ、夜は寝ずして昼寝る人はいつも起こされ、にぎわす人よ。今日もお世話になる人は右も左も看護師様よ、朝はピリピリ急がば回れ、患者の気持ち癒して回る。お世話になる人は前に後ろに、看護師様よ、夜にバタバタ、あなたの命助けんとして
末永和夫さん、素敵な詩がまたまたできましたね。今年はあなたと出会って2回お会いしました。クリスマスのプレゼントとしてあなたと奥様と妹さんに早速あなたの新しい詩に加藤が曲をつけましたので歌って送ります。キノコの CD カセットで聴いてくださいね。また来年訪ねてまいります。リハビリを頑張ってください。むつみより。懐かしく一枚の絵が励まし力をもらう。